ニヤオとまた2週目やっとやりだしました東野工事の本物ラジオこの番組はプラチナゲームズのソルクレスタと神戸常盤大学がお送りします。 どうもこんばんは東野浩治でございます今夜も一時間よろしくお願いします、えー、私の話を聞いてくれるのはこの方です渡辺敦夢ですよろしくお願いしますに会お,ま、えー、おとまた一月二月ぐらい前に、うん、このゲームがちょっとハマってもともとアニメでやっててそれがバッチッって作るクリエイターの人がいなくなって ちょっと中止しますみたいなそんなこともあんねんなと思って続きが見たいからって言ったらもともと調べたらもともとゲームが出ててほんでそのゲームでその続きを知ろうと思ってやるんですけどなんか調べたらゲームソフトなんかダウンロードも入れて700世界で750万本。素晴らしいなんかあの大昔に あの地球人間が住んでる地球に何かこう宇宙人がやってきてでその機械生命体と言われるなんかブリキのなんかロボットたちが人間を追っ払って人間は月に行くで機械生命体が地球を支配しているでなんか月から人間がアンドロイドを作ってたまに来ては何とか地球を取り戻そうとするで何千年間のお話の何千年後の設定でゲームする。 ほんで、その、なんか、夜派舞台っていう舞台に、指令言われて、アンドロイド女性のツービー。 で男の子みたいな 9S っていう2体が指令に従いながら地球の中で、うん、機械生命体と戦っていくでその最初は 2B という女の子主役の女の子を自分が運転してほんで戦って無事強いやつやっつけて終わったと思ったら次2周目やってくださいってなって。 静かに置いたんですよちょっとっ,っとと待てこれう調べたら「3周目がおもろいです」ってなって「いや3周目!」みたいななってちょっと静かにおぼかしてもうってめちゃめちゃおもろかったしそんなにそイージーモードやからそんなに苦労せんと敵も倒していけるからゲームしないおじさんからすると最高やしなんとなくアニメの続きも分かったから。 いいやいや、その目線変わるだけやんみたいな <laughs> こっちはね <laughs> ゲーム知らんおっさんからすると「ねこっち目線いやほんと上から申し訳ない」で置いてたんですよ <laughs> ほんで今週の月曜日「ドッキリグランプリ」の収録があってでそこで打ち合わせするいつもプロデューサーでチーフディレクターで担当の D みたいな3人でいつも楽屋にいらっしゃって。 でその言うたら、まあ、チーフディ、まあ総合演出みたいな方が「東野さん」って言って今度なんか東野の顔犬みたいなそのドッキリグランプリの中でなんか子どもたちになぞなぞかななんかその教えようって言って逆さ東野みたいなのを80万か90万かけて作るんですよで。それがあまりにもなんかこう見てる方から不快な気分で講義殺到して。 あの,あの企画がなくなくったんですよでもこの80万90万なんとかしたいということで顔を使って冷蔵庫を開けたら東野の顔があるとかなんかお鍋開けたら東野の顔があるっていう,う雑魚用品に <laughs> で雑魚要因になったのよ東野の顔だけが。それでなんか、えー、お金回収せなあかんっていう時に。 一時ねアメリカあたりの、うん、軍用ロボットみたいなんで映像見たことありますけどまるで犬みたいなロボットの動きのがあってで,でそれが今から34年ぐらい前 SNS でそれがなんかちょっと話題になったでそれが今ちょっと日本でお得な感じでなんか買えるみたいでそこに東野の顔つけたんです顔犬。顔 <laughs> で顔をつけて、うん、夜って言うたら、えー、と女性のモデルさんとかアイドルとか、うん、ちょっとリアクション大きい人、うん、スタッフがちょっと、えー、暗いところでロ,あのロケするかって言って楽屋から離れたところに迎えに行ってで暗いところ歩いて行ったら角曲がったら東の顔剣がうわーって迫ってくる「ギゃーやめてよ」とかなんかもう安子に至っては、えー、俺顔向き蹴られたりとかして「わわわわーわー」わーわーってってちょっと話題になってでこれスタッフがいけるなーってなって。 でうん、TikTok で東野の顔犬と女性アシスタントディレクターが2人で散歩したりとかなんかこうかわいかわいしてるなんか筋抜き動画が400万回再生したから、うん、ガチャガチャガチャみたいなのを作ろうってなってこうそれ持ってきてくれてわーって話題になったらその。 トップのその総合演出のディレクターが僕がそれをインスタに上げたからそれ多分会議で多分東尾さんインスタ上げてくれたよってあ東尾さんもちゃんと前向きに番組にね参加してくれて嬉しいなぁと思って東尾さんのインスタを見たら「ニアオートマタをやってるの見てえ?」ってなってその今週の月曜日の打ち合わせでドッキリの説明とかボイテ r の説明なんかもすっとばして「東尾さんニアオートマタやってるの?」 てるんですか？みたいになってあや,やってますよって言っていや僕もねやったんですけどえ何周やりました？1周ですけど3周ですよって言われてすっごい言われてでそ3周やらなきい,いけないんですね。なおかつ3周やった後。 僕まだやってないんですけど購入したんですけどその言うたら「えー、地球にそのエイリアンが攻めてきた時のゲームもあるんですよ」って言って「いや絶対やってくださいよ」って言って「あ分かりました分かりました」したってちょうど半ばねあのだから右から左へ浮き流すじゃないけどなんとなくそれで「まあまあまあやまたやりますわ」みたいな感じその時は正直あんまり心動いてなかったんですよ。で「うん、お願いしますねやってくださいおもろいですからまたその話しましょう」みたいな感じで打ち合わせしてほんでドッキリ収録して。 夕方ぐらいに終わったからあ時間空いてるなと思ったら、ね、また次回2週間後お願いしますっていう,もうドッキリに熱い男やからなんか面白かったですよってなんかこう一言二言いつも終わ,終わりしなあったら言うより心がけてて「<laughs> ありがとうございます」とかえ「2週間後お願いします」みたいなこと言ってで俺映画見に行ったんですよ「怪物」はい、坂本雄二さん脚本で是枝監督で音楽坂本龍一。 で出演が、A「ええ安藤サクラエえ田中優子さんもう言うたら坂本組みたいな、ね、それでなんか怪物だあれだ」みたいなお話でいろんな視点から描くみたいな現代の羅生門だみたいなことをキャッチコピーあってどうかなと思って見に行ったいやめちゃくちゃおもろっかってなんかドキドキしながら若干これださんよりの作品やなと思ってでそれはまあネタばらしなのるか言わないですけどそん中で 2箇所子供がいじめのシーンがあって教室で教室でないじめられてる子の机の上にいじめっ子の子がゴミ集めるとほんでその言うたその映画の中の主要なキャストの子供がいじめに参加してないでも勇気がないから言えないって言ってでいじめっ子のやつが「おいお前まるって言って「あのお前もなんかゴミここにあの乗せろよ」みたいな感じで言われて「でうん」ってなリアクションを終わったら「ドッキリだよドッキリ!」 っってなってなでなんかそ,そういう言い方あの書いてあった、ね、そのねそれがなんか2箇所ぐらいあると「ドッキリだよドッキリ!」ってなって俺も見ながらキュッて心臓がキュッてなって「<laughs> っっな俺このラジオで一生懸命坂本さんの作品見ておもろい最高やほぼ同世代最高天才脚本家 それさそんんそな風に思ってたんですか <laughs> 俺ドッキリグランプリの MC, MC や,ってるやってるんですけど <laughs> ドッキリだドッキリって言ってでなんかその参加するしないみたいな何かそのシーンがもうすごいだから俺多分ね日本中で怪物見て俺だけあのシーンキーってなって一番泣きそうになったんですよ。 あのドッキリのチーフディレクターのあのキラキラした顔で「似合おうとまた」とか「あ2週間後もドッキリお願いします」って顔が浮かんだから2週目始めたんですよ。なんちゅう物語いやいや違うねっておなんかやってあげなあかんな思って彼のためにもみたいな <laughs> いや違うなんかこの主人公に <laughs> 感情移入できないなんかその2週間後に「怪物見たんですけど」って言うた方がええのか言わん方がええのかでも 悩みもあるしとにかく俺が今できるのは「似合おうとまた」を2週目やること <laughs> <laughs> しかできなかったんや <laughs> 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 こういう場合「あの怪物」って映画見ましたって言って見てないですけどあなんかね出てくるんですよねみたいなで,で言ってほんならやっぱスタッフもそれ言われたら絶対見に行くやん、はい、ほんなら俺と同じように一生懸命番組ね言うたらよかれと思ってみんなに少しでも笑ってもらいたい7時8時か。 ね、逃げちゃったら7時9時どっから見てももうすぐ笑えるように、うん、楽しく笑えるような番組心がけてるつもりなんですよ我々は。ねっ「うん、ドッキリだよドッキリ」ってってキュッて <laughs> <laughs> 坂本さん <laughs> それなんやっちゃいますか花束みたいな恋をした俺も絶賛しましたよ。<laughs> なんやったいつか対談みたいなこともあったりするのかなとか<ー>この言うたら本物ラジオでもゲスト呼びましょうかとか言ったら結局ちょっと仕事が忙しいからごめんなさいってなってこう、ね、会えなかったけど、うん、もう会えないです <laughs> もしかしたらそのお願いしてる頃に断った理由ってで あいつどっきりやってるだろうみたいな<わ>。<laughs> かも時間的に言うとさ <laughs> 2>, 2年前とかさ1年前とかさいろ <laughs> んなこと考えたらさ <laughs>、うん、もう一回言うよややるやろ <laughs> <laughs> 分からへんね <laughs> 2>, 2週目2週目やるやとにかく <laughs> とにかく俺ができるのは3週回って、うん、あのチーフディレクターに感想を言って面白かったですよって言ってそうでしょみたいな笑顔が笑顔が見たんや <laughs> いやなんか今のとこわからないですけど <laughs>、うん、あ第5話ぐらいでこの気持ちは わかるやろな我慢しようなやつです <laughs> なんやろこの主人公ちょっと変わってんだ。うん、なんかこの後あんねやろな、はい、まあ飛ばしとこう気持ちは <laughs> こっちの怪物はね <laughs> いやなんかもうすっごい思い出して家帰ってこのゾワゾワした感じとあの人の笑顔を見たら、はい、俺がゲームをクリアせんとと思って、うん、怪物だあれだって言いながらも怪物だあれだ,れだ怪物 <laughs> 言いながらゲームしてるんだやってるよお前だ って言いなながら <laughs> <laughs> ニアオーートマタのストーリリー全然クし,しょ、ね、いでやめちゃめちゃでもまた2周目やったけど同じとこやるけどもう目線違うからあこういう発見とかあこういう隠しアイテムがあったりとかあんねんなって言ってで3周目に全ての謎が解けるっていうその言うたらあのー、ニアオートまたやってちょっと怪物のなんか傷をちょっと何とか癒したいなってちょっと思いながら。 今週はそれ月曜日の夜やってそっからだからえっとね来週月曜日東京の方でだからえ夜中「フワちゃんのオールナイトニッポン」2部え時夜中3時から4時半のやつに行ってきました録音ですけれどもあのーこの「ホンモラジオ」もね1時間やってますけども四人入れて4人ですけども「フワちゃんのオールナイトニッポン」3時から夜中4時半えもう10人はいました。 スタッフさんみで、含みであとなんか動画も撮影なカメラもセッティングされてすごかったですこれが東京かっていや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 っていうのもあったりとかしましたけど言うな誰よ今言ったいや考えたらこの人数が一番やなと思っていや本当に あの余計な人いないとや分かれへんでもよう分かれんけどなんかたくさんの人が関わってたらさなんかやっぱ気も使うけどなんかこういい意味でこじんまりしてるからなんとなくこう秘密基地で喋ってるっていうような安心感もあってありがたい番組なんですけど。で「マルコ・ポロリ」で大山英夫さん会が大阪でオンエアされた。で火曜日行った。 スタッフさんがバッて来てなんか笑顔で「あの大山さん会なんですけどあの歴史的に視聴率悪かったです」ってめっちゃおもろかった。もうだから ちょっとだけ悪かったらスタッフも言えへんけど初めてプロデューサーが番組のこと言うたなと思ったら歴歴史的に歴史的的に敗北 <laughs> な,なぜなら裏で阪神対ロッテの試合でロッテ佐々木朗希投手が投げたんですねってでなんか自分に言うてるように言ってました。<laughs> いや本当に、あのー、大山さんからは来て、あのー、大阪の おんんがもう喜んでました。ありがとうございます」ってあ,あの内容あの内容で「お母さんが面白かった」言うて「<laughs> 面白かった」言うてすごい怒るわけでも注意するわけでもなくて「お母さんだから親も親なら子も子だか <laughs> はっきり言うた。<laughs> 我慢してた,し言うた <laughs> <laughs> っていうのはあってまあまあでもそれはそれでね別にまあそれはしょう結果へし,しょうがないし、まあ、やってる演者、だから誰かが言ってたの あ藤井健太郎さんが言ってたのかなテレビ番組のなんかこう幸せの指標みたいなみたいな話になった時に喋ってたって言ってたのかなだからあの見てる方これ数字がいいね見てる方あとだから数字度外視でスタッフがやってて楽しかったやつそうじゃなくて演者が楽しかったで3つの幸せのポイントがあってそのうちの2つ。 幸せだったらいいいじゃないですかっていうふうにおっしゃってあっこれはなるほどと思って「うん、大山さん会はスタッフだけ楽しんだ」みたいな、うん「演者 <laughs> あれしゃ喋りながらあれ演者あんまり楽しんでないな」と思って険しい顔してたらって <laughs> <laughs> これで演者はもハッピーななんか楽しいなってなったら3つのうちの2つが。 幸せだからいいし、あ、この方法ええななと思って、なんかこう自分の中であこれええ言葉やなと思ってなんか演者でやってておもんないなって思ってても見てる方数字がよくてスタッフがなんかこう楽しくて作戦通りいい番組になったと思ったら「おいらは演者はもう言う必要もないし」。 なおかつおいらがやって楽しくてスタッフはこいつ全然進行通りせえへんなクソと思ってても数字が良かったら3対うちの2個やからっていうなんかそういう発想の転換すると今回の大山英夫さんは、えー、一生スタッフがやりたかった数字が歴史的敗北 <laughs> もう歴史的敗北 <laughs> ほんで バルコ・ポロリなんか日本本りののうちの1本かな。ナダル軍団と青山軍団うんだからネルソンズの青山フォール勝ちっていう和田まんじゅうと青山フォール勝ちって2人ともレスリングのやつて,て。もう一人なんかボケーとした、まあ、まあ天然キャラみたいな3人ネルソンズでで、ナダル軍団ナダルを慕ってる人でブイアって喋るで青山軍団青山を慕ってる人っていうのでえっ、ー、と 大自然のロジャーとあともう大谷どやったか3人にいててで和田まんじゅうがその言ったら芸人レギュラー席にいててみたいな座組なんですよでほんまは「ロジャーそうなん大阪から来て東京に行ってもう青山軍団なそうですよ」って言うけどいや実は違うとほんまはこっと西村くんっていう元広島の地方のアナウンサーから芸人になった西村くんが青山軍団なんですよって言ってでな,なんで今日はロジャーなんて聞いたら。 俺も久しぶりに衝撃受けてんけどあのなんか工場委員会でそのなんかそういう軍団対決というか仲いいけどっていうので読んで青山フォール勝ちの軍団でコットン西村君がやってきたんでつってで青山フォール勝ちっていうのはなんかこうコントはしっかりしきたりネタも書くねんけどいざ平場になったら口がすごい重たい感じほんでわーって掛け合いで喋って喋って喋ってみたいなのあってでその掛け合いがほとんどもコットン西村君が論破するんですよ。 でその後さんまさんのあの楽屋にあの挨拶行ってんって青山フォールガチが違う「なんか楽屋ですよあのオンエアじゃなくてカメラ回ってないんですよ」「なあやって青山フォールガちに自分しゃべられへんキャラクターなんかでやってんのか」<laughs> って言われたって話が俺もうめっちゃ面白く怖かったんですよ。ん <laughs> <laughs> や自分しゃべれへんキャラクターでやってんのか。うん はい恐ろしい <laughs> 恐ろしいなと思って <laughs> いやみんないろいろ辛い思いしてんねんなと思いながらちょっと楽しい放送になってると思うんでそちらの方も楽しみにしてほしいと思いますあとねあそうそうそのマルコ・ポロリで俺なんかエゴサーチして調べたんですけど今度の日曜日がなんかゴルフ中継のためお休みなんですよでスタッフがその説明みたいなが一文がね もうそのひねくれてるのか知らないですけどえゴルフ中継のためお休みその代わり大山秀夫さいいいつもより長く配信されてててしまいますって書いてあっ書あた <laughs> <laughs> 歴史的敗北が2週間さらされるわけでございますからよかったら皆さん見てほしいと思いますけれどもさあそれでは。 6月のこれ9日ロックの日でございます、えー、ラジオネーム音楽室のピアノでブギーさん東野さんあ厚生さんこんばんはいつも楽しみに拝聴しております先週6月2日はチャーリーワッツのお誕生日でした亡くなってからもう少しで2年経ちますドラムの方ですね、えー、影響を受けたルスターのお誕生日はずっとお祝いし続けたいものですということでローリングストーンズのジャンピンジャックフラッシュということでいやこれもね シングルのドーナツはえー、400円時代ですねこれは1968年ですから「俺が1歳」とかの時の曲でございますえー、だから言うたらブライアン・ジョーンズが逮捕されたりとか。 でなんか裁判があったりとかいろんな時期があってミック・ジャガーがリーダーにのし上がっていく時と思うんですけどえこの「ジャンピング・ジャック・フラッシュ」はミックとキースの共作え「ローリング・ストーンズ」の最新のヒット曲で1968年6月18日付で「キャッシュボックス氏ホット1 0 0で58位に赤丸で初登場したナンバー。 日本でも久しぶりの大ヒットになりそうで楽しみですということで、えー、ドーナツ版レコードでいきたいと思いますそれではですね「えー、ロックの日ローリングストーンズ」の「ジャンピング・ジャック・フラッシュ」聞いてくださいありきってどうぞ番組はリスナーさんからのお便りで成り立っていますメールは hh.abc108.comhh.abc108.com ですいいメールは いい遊びから遊べワコードよコウに教えて東野幸ウが今気になっていることを本家の皆さんに教えてもらうコーナーでございます、えー、この方高知県の白い陰謀さんいつもありがとうございます教える東野さんが出演されていたフジコ F フジオ SF 短編ドラマ箱舟はいっぱいよ本家の皆様はご覧になったでしょうかうわバレたなあ でできるるだけけなかかっったたすけどね。あの見てもららあれ困るから「えー、以前清水道子さんとドラマ出演しました」とおっしゃっていたんで今か今かと楽しみにしていてテレビの前で正座して拝見させていただきました地球に水ツ性が衝突するのを政府が隠蔽してるといった内容で東野さんはドラマの中でテレビ番組のホストという役で番組放送中に突然なぜか極秘でロケットを作ってるんです。 地球は消滅すするんですよ一部の人しか助からないのおかしいでしょうと国民に彗星が地球に衝突すると必死に訴えるという吐き気のする演技をしていました <laughs> おい白いもう言うねおいいじり俺のいじりが吐き気すんねん <laughs> 俺の芝居まで吐き気したらもう俺吐き気や <laughs> おい吐き,吐き気吐き気悔しいわ 悔しい <laughs>。ちょっと俺もう一回怪物見たらあの吐き気とか出てくるんじゃんかな <laughs> ぜひ本気の皆さんご覧になって笑ってください。笑ってるや。ん臨場感なかったや <laughs>。え、本当に隠してたのに本当に。ちなみに陣内さんはなんか SNS ツイッターであのガキの使いのお芝居のあの収録があるって言って。 なんかあの、投げてましたけども、<laughs> ええー、同氏は頑張ってると思います。今日もどっかで <laughs>、お願いします。ええー、箱舟がいっぱいというのに、出ております。清水美智子さん。だから、僕もこんな無理ですよ。芝居なんかできないからとか言うてて。いや、もう、あの、いつもの、あの、なんか情報番組の司会者の、あの、あの感じやから、全然大丈夫やねん。ちょっと、いや、ほんま無理です。無理ですっていう。三回ぐらいやり取りして、そこまで言うならって、やったら、最終的に、吐き気のする演技って。<laughs> <laughs> ええー、あーあんかけ焼きそばさんえー、あ北海道ダディあつぶさんこんばんはあこれダディは是枝監督坂本裕さん脚本の怪物ご覧にならましたが先ほどオープニングでしゃべらせてもらいました私は見ましたエンドロールにゆってぃさんの名前があったんですがどこに出ているのか分かりませんでしたネットでも調べてみましたが誰も分からないようでどこに出ていたとざわついてます映画の感想ではなくすいませんいや俺も全然気づけなかったゆってぃさん ただでも本当に映画自体は面白いんで是非見てほしいしお客さんも入ってましたしあ俺の前の回終わって俺ちょっと早めに着いてアイスコーヒー飲みながらなんかちょっと端っこのですって立って飲んでたらちょっと声するなと思ったら俺と同世代ぐらいの俳優さんとかうんとかスタッフさんみたいな感じが映画館で見てなんかこう感想を言い合いながら。 ちょっっと大ききめなな声で出てたたみたいなんであやっぱその本職の人らもやっぱ注意深く見てんねんなみたいのはちょっと思いましたけれどもあの是非是非皆さん見てほしいし俺ユッティは全然わかんないけれどもでもなんかあの瑛太さんと安藤サクラさんと田中裕子さんはもうやっぱりもう全すごいなって単純に思いました。えぐいぐらいいら <laughs> えぐいぐらい。俺の、えー、藤子 F 藤代って、でもう立ち打ちできへんわ。はい。<laughs> いや、あってこうね、一かきじゃないけどめ爪痕ぐらい残せんのかなと思った無理やわ。は <laughs> き消しか残せませんでし <laughs> いや、すごかったなと思ったんですけど。さあ次ですね。あ、これですね。スーパーストロング寺。 東野さん厚生さんこんばんは先週神谷さんをしのんで X テレビの話されてましたが確か顔の後ろで女性が全裸で股を開いてるシーンは私も記憶がありますその派生で思い出したんですが同じく X テレビで美女が滑り台に座りクイズが解けないと角度がどんどん上がっていくゲームをしていた記憶があります昔ねそんなゲーム良かったじゃないですかうん。で、この X テレビが違うのがしかも下には普通の番組やったら 滑上がっていったら下なんか落ちたらアウトって言ってしがみつくで風船があるとかクッションがあって落ちていくアウトじゃないですか。クステレビは下にむさ苦しいおっさんの集団が待ち構えており <laughs> <laughs> 司会をしてるしんすけさんも鹿のようなキテレスなメイクをして知性の欠片もないようでした <laughs> いやこんな時ほんまイケイケしますよね。俺は昔今っあかんんとと思うけど27時間テレビでさ,んまさんと さんかな、さんまさんとタモリさんがやった時に深夜のゲームでミスターレディが流行語の時やったんですよ言うたら男性だけど言うたら女性になりたかったっていうところで,で今だったらもう完全にアウトですけどその時はだから「ミスターレディって言って女性の中に一人その「ターレディ y が混ざってるだから要,要はおちんちんがまだちゃんとついてる状態みたいなところで全員がハイレグの水着着着てるんです。 それを当てるっていうので、MC で我らが島田紳助さん。 なんかあのまず登場のつかみはもうこんな夜遅い時間にあのね呼びやがってって言って家からパジャマでやってきて、うん、ほんでほんでなんかこう上手なね例えやいろんなツッコミしながらもうめちゃめちゃおもろくて最終的には最終ヒントはって言ってスプーンなんかポケットからスプーン出してえ皆さん順番に股間をコンコン叩けますと<ー> <laughs> って言ってさんまさんがスプーン持って「いやー言いながら股間をこう出たりなんか上手にやってめちゃくちゃおもろかった こういう時のちょっとお下劣なゲームの時のしんすけさんってなんかめちゃくちゃ別人みたいい面白いよねなんかメイクしてっていうなんか多分そのスイッチが入ったと思うんですけど鹿のような奇レ劣なメイクをして、えー、知性のかけらもない内容でした。 クイズもほとんど答えられないような意地悪な内容でいよいよ美女が下に落ちそうだとなるとしんすけさんも視界そっちのけでおっさんの集団に混じるというカオスな状況でしたこれを見ていた神岡さんはしんすけさんに「お前は低俗なことをやってる方が生き生きしてるな」と目を,目を細めていました <laughs> 目を細めるかわいいやチャネルからいや分かりませんかど なんとなく覚えてこういう企画があったのはちょっと覚えてます。うん、多分この番組からしちゃいますかね。鑑定団。しんすけさんが持ってこの企画持ってきて鑑定する。家にあるやつの鑑定するって言ってで、これで100万円と思う。結果は500円でした。えー、本物でしょ？偽物です偽物かいなみたいなのを。 なんかしんさんのアイディア企画でやって、で手応え感じて。読売テレビでせずに、テレビ東京に持って行ったんですよ、はい。多分そのはずだと、それが今も続いてます。今田さんが司会やってということでございますから。そういう意味で言うとね、企画力もなんか素晴らしいんですけども、はい、なんとなく覚えてあります。はい、エクステレビです。ええー、や。風は西から。メッセンジャー黒田さんがユーチューブ黒谷で、ギャロップの毛利さんに対して怒ってました。ギャロップのザセカンド優勝が毛利さんに。 おめえととりあえず YouTube 撮影させてとメール送ったところ毛利さんから「タイミング合えばお願いします」という返事が来て「はそっちのタイミングに合わせなあかんのや」もう売れてる「もう売れてるや」「もう天狗なんるや」と怒ってましたいやそこまでじゃないと思うよ黒田さんだから「タイミング合えばお願いします」って言ってるから「よしとしようや」でも黒田さんは捕まえます「えー、はそっちのタイミングに合わせなあかんのや」 もう売れてるやんやもうテングなってるん <laughs> <laughs> 何この三段 <laughs> 落ちみたいなこのモーリさんの返信をスクショして <laughs> そうよ東野さんに送ったと話されてました <laughs> 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 東野さん本当にスクショは送られてきたでしょうか <laughs> えー、送られてきました <laughs> うわえー、東野さんモーリー,モーティングですわちょっとこれ見てくださいって言ってこの一連の流れ <laughs> そして黒田さんは毛利さんの返信の件をいろんな芸人に話しをしているようでダイアンのお二人も NGK で黒,さん黒田さんと会うなり「毛利が天狗や毛利は天狗もう天狗」と言われたとラジオで話してましたダイアンのお二人は毛利さんの返信について自分が同じ立場だったら毛利さんと全く同じ返事をしていると思う。 黒田さんがカビになりすぎていてさすがにモーリーさんがかわいそうと話してましたいや俺もそ俺もほんまそう思う俺も噂引いてとにかくエネルギーで黒田がこのモーリーの変身ね、えー、タイミング合えばあのー、<laughs> ねお願いしますもう天狗やんと思ってロビーにずっと飛んでんてで来る芸人来る芸人にモーリー天狗やモーリー天狗やってい言い続けてるって言,、はい、言ってた、はい、<laughs> あの <laughs> ギャロップの林が映って,てんだけど今じゃない昔ですけど黒田も好きでやってんねんけど「お前ハゲてんな」言うて頭持たれて全員の楽屋に行かされたら「こいつハゲてるでしょ」って。はい果たして毛利さんは天狗になってるんでしょうかそれとも黒田さんがカビになだけなんでしょうかジャッジお願いしますってことで「ジャッジどうですか黒田さんが天狗か毛利が天狗か」いや。 ギャルポが決勝決まった時に、うん、僕毛利ーー君と NGK で会って「うんうん、おめでとうございます」って言ったら深々かかと「ありがとうございます」ええ話やその時点では天狗じゃなかったとりあえず <laughs> さあそっから <laughs> いやいや天狗 <laughs> 天狗やないです <laughs> そっからどう天狗なんのいやいやそのけ決勝前やから,前やから優勝したと <laughs> その間ね、まあ、僕は、 なそのまま天狗なってないんじゃないかなと全然天狗なってないです2人とないですけども、うん、天狗なってた方がこの続き面白そうやなってそうそうそうワクワクしますあの毛利がポーン言うたり、ね、<laughs> <laughs> DJ にいそしんでたりってしてほしいけどもうそんなことないと思います、うん、もうとにかく、えー、漫才が楽しいっておっしゃってたんで、えー、毛利さんは全然天狗じゃございません、えー、黒田さんが え最近ちょっといろんな番組ゲストに行ってちょっと調子乗ってると思いますあの謹慎の頃思い出せと俺はい、明日飲んで言います <laughs> お前謹慎の頃思い出せと <laughs> えー <laughs> 京都府小麦巻ダディ気をつけてくださいまもなくメッセンジャー黒田さんかららっきょうの甘酢漬けが届くと思われます <laughs> うどんの次はらっきょうですえー最近の若者がらっきょう食べたいことを嘆きらっきょうを広めるべく 鳥取で1キロ購入し甘酢漬けにするそうです <laughs> まずは東野さんに送りつけるねんとラジオでおっしゃってましたラディカレーを作って楽しみに待っててくださいねということで、えー、だから楽しくやってるんですよもう天狗ですわ <laughs> 鳥取でラッキョ1キロ買うなからもう天狗やわ毛利 <laughs> のこと言えるか <laughs> スクショします俺スクショして毛利にあの渡します毛利 <laughs> 黒田天狗やということでお願いします えー、ジーナささん、んんんダディーアツムさんこんばんは。オリコンが発表した第9回朝の顔ランキングご存知ですか知らないです今回5月発表されたんですが三浦アナね1位で4連覇その他、えー、羽鳥さん安住さんランクイン芸人からは花丸さん大吉さん初登場川島さんなどそうそうたるメンツデーデーの武田アナ8位に初登場ランクインしかし我らが山里亮太がまさかまさか まさかやでまま <laughs> ま、ままさかええー、ナイトスクープがん,ーんーまさかまっちゃんまっちゃんまさかナイトスクープ立ち上げからやってきてええこれタの声だようたらまさか小矢さんじゃないです山下亮太さんです まさか違うねんな <laughs> まさかまさかのランク外という結果になりましたその恨みつらみを火曜日の「午前0時の森」という番組で腕ぶん回しして話されててさすが山和里亮太ここにありでしたっていうやっぱそうですね我らが山ちゃんっていうのはやっぱみんなからちやほやされてるよりもちょっと虐げられてる方が本領発揮っていうかなんかこう格闘技でいうとこう下から三角締めするタイプですからねマウント取るよりは下から三角締めで落とし しして欲しいんで、えー、僕のや好きな山里亮太でございますからなんかあれですよね <laughs> なんか若林くんと「南海の山ちゃん」のなんかドラマみたいなのあってドラマ見てないんですけどもやっててなんか初回放送俺山ちゃんツイッターフォローしてるんですけどとにかく何かこう見,見てうわーってもう宣伝も兼ねてやってるんですけどなんかあの回を追うごとにその山ちゃんのつぶやきが減ってきてるんですよ。 なぜなんかあの心折れたかもわからんけど <laughs> なんかなんか減ってきてるんですよあれ山、うん、ちゃんなんか減ってきたなと思って今度終わったら言おうかなと思った <laughs> わ吐き気のスイジリこれかこれですよいや申し訳ない吐き気確かになほんまや今日もなんかワイドワイショーの収録で今田さんやったから気づいたらそのオープニングでそれでその吐き気の話ずっとしてたら <laughs> 今さ俺らんかちゃんとシュッとしてできるのにな <laughs> これもうあ朝の顔ランディングなんかもう夢のまた夢が俺あそうでしたねそうよ日曜の朝の顔よ夢のまた夢よ土曜日もまあまあ、まあ、もう10年ぐらいやってるよこんなもんこっちはもうほんなランク外よ吐き気吐き気する意地するやつ <laughs> あのほんでアンガーズ田中がゲストやったんですけど、ね、ゲスト来てくれたんですけど朝から濃いんですよってすっごい言われて。うん 我に帰った <laughs> パッと横見た金地がスマートな顔してたわ <laughs> 綺麗な横顔やった金地か <laughs>、えー、反省しますヤマ、えー、ちゃん今度ご飯行きましょう <laughs> お願いします、えー、あこれちょっと見たいのよねブルピンさんダディ・アツさんもこんばんはブラック・ピンクのメンバージェニーの女優デビュー作となったアメリカのドラマジ・アイドルがユーネクストで配信スタート ロスの音楽産業を舞台に人気女性アーティストの過激な写真が流出大騒ぎになるところから始まるドラマです主人公を演じるのはジョニー・デップの娘リリー・ローズ・デップね綺麗な女の子可愛い女の子そのシーンをブラックピンクのジェニーが演じるこブラックピンクって韓国のアイドルの人なんですかその方だと思うんですけどその方が出てるってすごいね このドラマ内でダンスシーンが出てくるんですがあまりの過激さに「19金ダンス」として SNS で物議を呼んでいますとドラマ内容から SNS での物議するも狙い通りかのような演出ぜひチェックしてみてください、えー、俺もちょっとぜひぜひチェックしたいなとも思いますし。 アイドルの業界だから日本やったら推しの子っていう今アイドルのねあのアニメやっててあれも面白いのよなんか裏側ばっかりやってるんでえーそれも今夢中で見てるんですけども Unext のジーアイドルもえ私見たいと思いますどうもありがとうございますえー康二に教えては以上でいいですかえー皆さんもですね宛先に教えると書いて私にいろんなことを教えてください番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています メールは hh チエイチアットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコム。エイチエイアットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコムです。いいメールはいい遊びから。遊べ和光堂よ。泣ける無料動画。先ほどね、工事に教えてで有料配信の話をして、誠に申し訳ございません。えー <laughs> <laughs> まあこれ謝っとかんとねジ <G> アイドルの話をこの無料動画を楽しみにしてるおじさんたちにからすると何のこっちゃみたいな <laughs> リリーって誰やねんみたいな <laughs> フランキーしか知らんぞって言ってるかまあレイってわうこてはませんけど有料配信には手が出ないけれど動画を楽しみたいそんな本家国道34号線のおっさんの夢を叶えるこのコーナー無料で泣ける動画紹介していきます。いや分かりますおっさん気持ちいい やっぱ泣くことによってなんかこうデトックスじゃないけどなんかリフレッシュされてなんか疲れも吹っ飛ぶし酒が美味しいゆっくり寝れるということでえ今日もいくつか無料動画紹介したいと思いますこの方長崎県のえ国道三十四号線のおっさんでございますね本人ですねこの度は番組のオリジナルのグッズを頂戴いただき誠にありがとうございます五月二十六日の放送を聞いてたら 同じ匂いのするリスナーから私に同調する投稿があり腰を抜かしそうになりました通勤途中に聞いており今後は最後までちゃんと聞きますここすごいですよちなみに YouTube プレミア会員になりましたラジコプレミアム会員でもありますちょっとだけ褒めてくださいいやよく頑張りましたよ本当に無理なさらないでください今から布施明師匠を聞きながらまた飲みます <laughs> 年末の紅白楽しみにしております <laughs>、はいえーね、このコーナーがですね一本立ちしたんでですね国道三十四号線のおっさん聞いてますか今からいろいろ紹介しますもずく神戸市の方ラディこんばんは私がおすすめする動画はあいみょんの公式 YouTube の中にある空の青さを知る人よのライブ映像です曲中にオーディエンスが映るんですが その人たちの幸せそうな顔を見てると心が現れます中でも母親らしい人が娘と思われる女の子の顔を見て歌ってる姿は50前の中年にもジーンときますダディは歩みんを聞かないと思いますが一度見てくださいお願いします汚れた心が現れますいやめちゃめちゃ聞いてますよ申し訳ないです聞いてこれですから <laughs> あいみょんのアルバムねとても好きですしどっちかというとあいみょん好きな人若い人も好きですけど4 5 0のおじさんめちゃくちゃ好きですしちょっと僕も空の青さを知る人への公式 YouTube のライブ映像を見たいと思いますありがとうございますああこれ東京都の喜三クラス系の私のおすすめする泣ける無料動画は「アニマル浜口気合64連発」の映像。 内容はときめき新潟国大のゲストに呼ばれたアニマル浜口が持ちネタの「気合だ」を64回連呼するというシンプルな動画アニマルのスタミナが途中明らかにバテながらも後半に何とか持ち直し最後は64回を優に超えて「気合だ」を壊れたテープレコーダーのように繰り返すところは狂気すら感じ心を動かされます。 求められたことを120%以上返すアニマルのプロフェッショナリズムに勇気づけられ涙なくしては見られない素晴らしい無料動画いや分かんないですこれはだから人によるかも分かんないですよ、ね、泣ける人となんかね笑っちゃう人とちょっと見てみたら分からないですけど「アニマル浜口気合64連発」気になる方はチェックしてほしいと思います。これもちょょっと気になるるですよね髪の毛だだけけダイエットハゲてるだけでしょ そういうことですよね。はい。はい、えーえー。急にだからあのラジオネームがもうあの渋なりますよね。泣ける無料動画だけ。 いや俺だってなんか年齢書いてるけど何とか若い人が聞いてるって誤解されたいから年齢言うてませんもん <laughs> 本家さんのーうそうそうそう,<ー>う、はい、だってちなみに髪の毛でダイエットは56歳ですから俺の一個上ですよ井 <laughs> 上馬の井上馬の子供が少ない第二次ベビーブームの前の年に生まれてるんですよ競争し,してこなかった大人ですから。<laughs> 東野さん厚生さんこんばんはいつも楽しく配置をしております私の投げる動画は youtube になります8年ぐらい前のカーナビの CM 動画「ストラーダ家族の夢」カタカナでストラーダ漢字「家族の夢」検索すればすぐに見つけられます少年野球でレギュラーを目指す少年と家族の物語です6分ぐらいの動画ですがいつ見ても涙が出ます是非 <laughs> ご覧になってください、えー、で。 なんかわからないけどこのコーナー深い話みたいになってきたら、<laughs> 初期の頃のね、初期の頃の一分間とか二分間のなんかううんなんか深いなのか。レバー入ります。レバーいるよね。レバー。ちなみにあの得意から聞いて田君とチュートリアルファンあのレギュラーだったじゃないですか。 で、本当に仕事は m 1以降忙しくてやっぱ東京にもシュッとはまるし言うたらあの喋くりとかいろんな番組も休みもない感じやから福ちゃんがやっぱちょっとね後ろ髪急に触ってなんかイライラした時期もあってで、ほんですか、バイクとかかかか好きけどなかなか行く時間がなかったほんでイラ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 してて、うん、本番中に「うーんうん」のレバーじゃないですかあれであのアクセルあのフルスロットにしたんですって。<laughs> V 見ながらレバーを前からハ,ンハンドル代わりにしてて得意がいよいよこいつやばいなって, <laughs> <laughs> って思ってたって言っててでその後なんか GP レースのなんかゲスト解説とか自分の好きな仕事するようになってだいぶなんかこうリラックスして好きなことできるけどそれまではほんま大変。レバー見ながらずっ とたまにあのカーブばかんねんってハグ, <laughs> ハグをハずっとこう文言いながらなんかなんか重心をね膝切りつけるぐらいの <laughs> めちゃめちゃバイク乗りたそんなこと思い出しましたけどお願いしますさあ、えー、無料動画、えー、以上でございます無料で泣ける動画皆さんどんどん紹介してほしいと思いますお待ちしております

私東野幸治の過去に走った悪口暴言行動を教えてもらい時に反省しながら明日への希望を見出し懸命に生きるコーナーでございますいや本当日々反省でございますなんかあの昔めちゃくちゃ言ってたなとこういうコーナーやってますけどいよいよ考えたら今もめちゃくちゃ言ってますよねまあ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  <laughs> <laughs> だいぶでも抑えとる方と自分では思 <laughs> うねそう,ですそうですよね、はいえー、さっき下読みしたらめちゃくちゃやなっていうのはいっぱい来てた<あ>、はい、お願いします えー、あと5日愛知県の方それでも生きていく東野さん厚生さんこんばんは昔深夜に放送していた「RRR」のオープニングトークが忘れられませんだから X テレビがなんか終わったぐらいの時に、B、か大竹さん板尾さん俺とかでやってた、うん、BLT とか RRR とか、はい、初回の放送だと思うんですが共演の大竹さんデーモン小暮さん 上原さくらさんを紹介した後そうかあの RRR」っていうのは大竹さんデーモンさん上原さんを紹介した後 B 級俳優 B 級ミュージシャン B 級アイドル B 級コメディアンの4人でやっていきますと楽しげに俺がねニヤニヤと笑っていました初回のオープニングでいきなり B 級ミュージシャン扱いされデーモン小暮さんが不快感を出し <laughs> それを実は常識人な大竹さんがなだめていました。なぜ人を勝手に 格付けして見下すなんて吐き気はするようないじりをしたんですか教えてくださいわかんないっす分かんないっす,いっす夢中やったんです悪気ないんですなんか言わなあかんなと思って何も浮かべへんからピンと浮かんだ B 級俳優 B 級ミュージシャン B 級アイドル B 級コメディアンの4人でやってますって 喋ったんです、はい、<laughs> これから二度と格付けします、はい、すみませんすいごめんなさい怖いですもう本当に <laughs> えっと「音楽菊次郎さんダディアツムさん3の皆さんこんばんはダディには滝に打たれて罪を償ってほしい案件があります」20年ほど前放送された今田さん東野さんが司会されてたンバー一番か。 吉本の芸人さんとかねいろいろその再現 VTR 作るええ番組ですよ安師匠のことをやったりとか。で元 OPD 大阪パフォーマンスドール竹内由紀子物語での一幕「えー、ニューラーニューラー事件」それは竹内由紀子さんを仰向けにして口の中に牛乳とコーラを入れリアクションを楽しむという今となってはパワハラと受け止められても仕方がない出来事当時の再現 VTR のナレーションをそのまま抜粋すると「ニューラーとは 東野が考案したお笑いテストコーラの起こす牛乳成分の分離により口の中は酸っぱいい匂で10万 <laughs> そして再現 VTR の中で竹内さん役の人が気を失うと今田さん役の人が「おっこいつ死んだんちゃうか」とい東尾さん役の人は「まあよろしいかな」と話されてました。<laughs> とはいえその後3人で当時流行った第4年の、えー、関西マッソやなをリリースして大ヒット。 竹内さん自身もバラエティ番組や舞台で活躍する運びとなりましたそんな吉本初のアイドル竹内由紀子さんも現在50歳本物ラジオでも5ヶゲストに呼んでほしいですということでだから昔な古屋の番組で今田さんと30年ぐらい前323年前に街ぶらロケやってて。 でなんかそこでなんかその言うたらまあ罰ゲームみたいな考えなあかんなっていうことでいろんな町の人と出会ってでその人とキーンって喋ってでなんかうんそんな高くないけどなんか欲しいもんとか今困っててこれあったらええなみたいなありますありますまるですあっじゃあちょっとなんか今アドリブで考えたらゲームして買ったら差し上げますよって中でそのやってる中でちょっと罰ゲームなんかないかなと思って。 で俺がもうピンってアイディアひらめいてあの道で寝転がって口開けてくださいって言って炭酸飲料凍うてきてうんまあコーラ系のやつで開けて口の中にコーラ入れて。 最初は口とそのコーラ出てくるところの距離も大体、まあ、もう五センチぐらいなんですけど。そこからだんだん、だんだん距離を15センチ、二0センチ、三十センチぐらいになってきたら。ボボ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 になって、口の中、ボボボボボになって。で、リアクション取りやすくて、ゴボゴボみたいな感じで。なんか、ゲラ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 、当時無邪気に笑ってて。多分、それが最初にあって。あの。牛乳の乳とコーラのラーデニューラーってことで。ガッチンコさせて。 多分やったと思うんですけども、うん、いや今文章読むだけでも,もう恐ろしいな怖いねうーん。<laughs> いや僕は プライベートでパーティーで東野さんにそれやってほしいなって思ってるぐらいあそうなんやしいわ仲間おった近くにいやめちゃめちゃ面白いと思うんだけどみんなでケラケラ笑えるそう笑えるハワワワワワなんであの溺れみたいな感じで俺んか炭酸がええ具合にブブブブって飛び出して白いやつも茶色くなったりとかしておもろいと思うんですけどんか多分今の時代だったら怒られるのか時代はもうテレビはダメですしダメでしょ 深夜生放送やったら無理か無理なんやな難しい時代になってきたな、はい、本当に、はい、でも牛乳とコーラはこうダブルでこう二人でできるからさ、はい、なんかねそのカメラもさ白と黒でこうハーモニー 螺旋ん書いたじゃないけど D D N A みたいなないけど何ででそこのゴールが口人の口の中神が作りしたもうし口の中に収まっていてボコ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 ってなってねなんか牛乳のちょっと変な臭みみたいなのが充満するっていう前衛アートって言い切ったらやるオッケーオッケーそうよねそうよね後ろになんかわけわかんないレッサーした絵とかいっぱいあったら許してくれるかもわからないよなちょっとねセットをちょっと工夫したいと思う。 はいます。お願いします。えー、っとこの方。組ミテンポ、えー、ラリーダンスさんいつもありがとうございます。私は番組でやたらとスタッフの名前が出てくると敬遠してしまうんですが、10年ずっと見てきてる番組の旅猿はスタッフさんのキャラクターに雰囲気込みで楽しく拝見しています。ありがとうございます。中でも私はクック D が好きです。 クック D っていうディレクターの中でなんか料理作る時にすごい上手に指図し,したりとかこうしてくださいああしてくださいって言うから名前とかやっぱ覚えなあかんけどもニックネームでクック D とかあとジャックダニエルって言ってるんですよそしたら何かっていうとあの海外旅行で終わりでみんなでご飯食べてビール飲む時に全員ビールだけ一人だけジャックダニエルでくださいって言って AD さんやったんです当時。 AD さんが出演者ディレクタープロデューサー全員ビール注文してるのに AD さん一人だけジャック・ダニエルくださいっておかしないってことでもうジャック・ダニエルさんっていう名前になってんのよ。でクック・ディは本当に料理が好きなクック・ディ上手なクック・ディそのクック・ディがこの方好き。えー、で最初の方から聞く場合と料理がとてもできて。 東野さんがここの人めちゃくちゃゃく料理に詳ししいいなあっててうととね、えっと、言われてました、えー、私も見ていてすごく仕事ができる人という印象ニュージーランドにいた時は東野さん岡村さんが朝から料理作りたくない買い物したくないとスーパーマーケットまで行ったのにごねたせいでそのままスーパーに置き去りにされ。 朝食食ををを作っててそれをお二人が食べる様子を撮影ししいましたクックが・ディーは食べざるのジョン・ウダーと言い方されてましたが大変そうでしたその後キャンプ場に行っても雨が降ってるからテントは立てたくないと言い張るお二人に代わってもう一人のスタッフこれだからジャック・ダニエルですよジャック・ダニエルさんと一生懸命 <laughs> テントを立てていましたそんなクック・ディーがスウェットにクロックスで撮影してることを知ったビッグ・ジョンデニムのね 東野さんとズブズブの関係のデニムショップがクックディにジーパンを送ると申し出があったのを東野さんが丁重に断ってました <laughs> <laughs> 東野さんご自身は断捨離で間違えて捨てたデニムをワンサイズアップしてまでして送ってもらったんだからクックディにも一本ぐらいデニムもらってあげてくださいとということで本当に申し訳ございませんけれどもとても本当に優秀なスタッフでございましていつもお世話になっておりますえクックディにもえーメール届いたとえ一言今度会うんで ときますありがとうございますさあそういうわけでそれでも生きていく以上でございます皆さんも私が衝撃を受けた悪口行動を教えてくださいえー、それでも生きていくと書いて送ってくださいねあっという間にエンディング過去の放送は YouTube で公開中洋楽リクエストに加えて教える日常それでも生きていくあつむのめごちそうさまですやすす泣ける無料動画そして来週はプラチナゲームズプレゼンツ 東のゲーム化計画を行います。預貯金郵便番号ゆ五三零の八零零四 ABC ラジオ東の講師の本もラジオメールは HH アットマーク ABC 一マルマルの八ドットコムです。メッセージを紹介した方にはお札ステッカーですね。時々本物バッジを差し上げます。そしてお知らせ。再来週の放送から人のための人になるをスローガンに掲げる神戸東洋大学との月一コーナーが始まります。その名もためにならんねえためにならんねえ 皆さんが目撃そしてついついやってしまう人のためにならない出来事。 行動を教えてください。どんなありますかね。人のためにならない出来事、行動っていうのはためにならんなぁ、みたいなところ、えー、今、全く浮かばないんですけれども、どうか皆さん、皆さんの知恵を貸してほしいと思います。人のためにならない、ためにならんねえ、えー、何でもお待ちしております。えー、今夜は以上でございます、えー。それではまた聞いたってや、バイバイ。 この番組はプラチナゲームズのソルクレスタと神戸常盤大学がお送りしました。